東京慈恵会医科大学は1881年に高木兼弘先生によって設立された医学校です。高木先生の理念は病気を見ずして病人を見ようという患者中心の医療を唱えたイギリスの医療で有名な先生でいらっしゃいます。病気を見ずして病人を見ようというのはですね、単にですね疾患とかあるいは治療診断とか捉えるのではなくですね、心もケアするというのが私どもの医療の最大の特徴だというふうに思っています。新橋にある東京慈恵会医科大学附属病院、俗に言う本院といいますけども附属病院はですね、これは高度先進医療難病とか、そういうものを中心に扱っている病院です。臨床研修医の先生は主としてですね医師の基礎的素養を学ぶということで、設立されているんですけども、もちろんその他に今後の将来をですね考える上で非常に重要じゃないかと時期じゃないかというふうに思っています。したがってですねここの附属病院で行われている高度先進医療を見ることによって、自分の将来を考える、一助になるということも一ついい面がありますし、もう一つはいろいろな複雑な病態を有している患者さんがやっぱり多いです。でその患者さんを治療するためには複合的にですね包括的に見る力が必要です。それから国際化の波がこれから訪れるので国際医療への展開って言いますかね、いろんなことを、企画して国際医療にも対応していきたいというふうに思っています。小児周産期センターがオープンいたします。ここは小児の高次医療とそれから周産期ですね、周産期に関わる高次医療を扱う病棟でございます。でもう一つは新外来棟ですね。これ外来部門が新しいビルディングに移りまして、そこでは普通の医療に加えて、最上階ではこれから行われる未来医療ですね、例えば遺伝子治療とかですね再生医療、そういうものを扱っていく、外来を展開していくというふうな方向性になっております。私は皆さんの医師としてのスタート、そしてこれからのキャリアデザインをサポートしたいというふうに考えています。メンター制度を導入しましてきめ細かい臨床研修を行っています。私を含めた慈恵大の教育スタッフは皆さんが良き医療人となることが最大の私たちの思いです。多くの先生方とこの慈恵大の附属病院で一緒に臨床研修を行えたら嬉しく思います。